LED パレードチャンネル。ただ趣味にしてはこんな大変なことも。
で全く活動できないです。完全に完成します。一撃でそのまま行っちゃいます。ゲリラ豪雨なんて怖くてしょうがないですよね。かつて消火部で働いていた頃、体に LED を巻きつけ舞台に立つとお客さんが大喜びしたんだそうです。それをきっかけに12年前から街中での LED パフォーマンスを始めたんだといいます。池袋だけではなく日本全国に出没する。そんな LED パレードさんには驚きの事実。2年前からやってる割には広まってないような。家の方にこういったやつは10体ぐらいかな。10体。あ、10体か。すごい、まあ、見せてもらえるんだ。これ一旦家連れてってもらえますか。電車乗るんですかね。西武から東武。そうですね。丸の内とか結構都会の方行くのか。どうだこれ。消さないんだ。消さないですね。エレベーターないじゃん。荷物を置くから待つように言われ5分。すると。おぉ、普通のおじさん。嘘です。かっこいい顔です。はい、そう。少し寝られる。家賃6万5千円の部屋で一人です。早速 LED スーツを見せてもらいました。ちょっとここにいっぱいあるんですけど、スーツの LED。 すごい。実はこれらすべて LED パレードさんの自作。どんなのあるんだ。ぜひ中にもご自慢の一着が。デラックスバージョンですね。やっぱ重そう。デラックスバージョン相当危険じゃないですか。あれ振ったら電車白は結構ある。白めっちゃ眩しい。うわすごい。20万。そっか。デラックスバージョンは他のスーツと比べ倍以上の LED を使用しているため10万円もかかったんだそう。これがうわっ、うまい。これデラックスに。うわかっこいい。ここからは光る自転車、と光るミニジープ。ミニジープ自転車や自動車も光らせたんだそう。いやこれそう、これでも走れるんですね。ふん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 。 LED パレードさんが使うのはテープ状の LED ライト。それを小さく切っていき、一つずつハンダで電源コードとつなげていきます。全くの独学で作業を始めたため試行錯誤の連続だったといいます。作業中に火花が出て火事になりかけたことも。一つのスーツに使う LED はおよそ15メートル。すごいですね。このスーツ一着を作るのに2ヶ月もかかるのです。いやそうなんですよ。しんどいですよ。もうしゃべりたいもんね。やりたくない。笑顔のために仕方なく素晴らしい。我慢しない。我慢しない。本当にすごいチャンスね。はい、あの派手には地味が隠れてます。レベチなビジュアルの人に声をかけてみたら、ま
全くお金にならないのに街のため地味に頑張っている人だということが分かりました。